平山さん、真っ暗じゃないですか。こんな時間まで何してるんですか。もう8時30分ですよ。仕方ないでしょ、仕事なんだから。仕事だからっていいんですか。そんな時間まで働いて、あなた YouTuber アップする時間あるんですか。あなた YouTube 見てる人が心配しますよ。そんなヒゲまで、ヒゲ面で、そんな気持ち悪い、不衛生、不潔。ちょっと言い過ぎですよ。いや僕だってね、ヒゲは剃りたいですよ。でも花粉症もあるし、鼻水をこうティッシュで拭くでしょ。拭いてってやると、いやもうここの鼻の下がもう荒れとるんですよ。もうだからヒゲを剃ると痛いわけです。ヒリヒリするんです。だからもう剃れないんです。それでちょっと、ああもう剃れないってなって生え始めたら、もういいやって、ちょっとしばらくいいやってなっちゃったんですよ。もう許して。そんな理由でヒゲを剃らないなんて情けない。花粉症の薬飲めばいいじゃないですか。それに何ですか、その髪型は。前髪がおかしいでしょ。その前髪は絶対におかしい。前髪だってこれもう今日はもう雨でずっと帽子かぶってたから、もうぺちゃんこなんですよ。だからもうこうなるんです。ハゲだし、もうハゲだから許して。鼻水も出るし、もうビチャビチャだし、もう助けてくださいよ。ほら本音が出てきた。平山さん、本当にこの仕事続けるんですか。あーどうしよう。まあでも3月いっぱいで契約は終わる予定だからね。だから次の仕事がまだ見つかったとか聞いてないし、でも今の会社は続けてほしいって言ってるし、どうしようかな。ちょっと体はやっぱしんどいよね。で終わる時間もね、こんな風になると YouTube 撮る暇があんまないんだよ。平山さん、どうするんですか YouTube。 続けるんですか、それともやめるんですか。どっちか決めた方がいいんじゃないですか。いや、やめはしないよ、やめはしない。じゃあそのまま続けるんですか。体は大丈夫なんですか。体ね、まあなんとかなりますよ。大丈夫だ。大丈夫だよ。なんとかなるさ。なんとかなる。大丈夫。もう出てこないな。いいやつだったな。すごい僕の体心配してたな。確かにな、いろいろきついよな。出社してからもう12時間だ。明日も仕事だしな。どうしようかな。まあでも続けるよ。続けますよ私は。
ってる仕事を大事に、目の前の仕事を大事にしますよ。しんどいけど、死ぬわけじゃない。死ぬわけじゃない。絶対死なない。よし、明日も頑張ろう。明日も頑張る。平山茂は明日も頑張るよ。YouTube 見てる人も頑張ってる。みんな頑張ってる。明日仕事なのは僕だけじゃない。みんな仕事だ。頑張りましょう。ねえみんな。頑張ろう頑張ろう。いけるいける。晩ご飯食べて、お風呂入って、すぐ寝よう。すぐ寝よう。大丈夫。大丈夫。絶対大丈夫。絶対大丈夫。よし。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ひげは近々剃ります。